こんにちは、ファンカスラボ、浜名瀬骨委員長の平間です。今回は体の各部位が釣った瞬間の対処法を解説します。皆さんの中にも、夜寝ている間にいきなりふくらはぎが釣ったり、その他足の裏とか、ももなど、こんな場所が釣るのかよとびっくりしたりとか、どう対処すればよいかもわからずに、ひたすら痛みをこらえてしのいだという経験をされた方も多いのではないでしょうか。様々なサイトを調べれば、足が釣った時の対処法は出ているんですけど、 水分を取れとか病気かもしれないから検査をなど原因に対する話は出てくるみたいなんですけど起きたその瞬間に対する話は釣った部位を伸ばせというその一言だけで実際どうやればよいかの方法が全然出てこない当院の患者さんからそんな声を聞きましたそこで今回は釣ったその瞬間にどう伸ばせばよいかの方法を具体的に解説していきますでは早速行ってみましょう まず足が釣りやすい人は、これぐらいの大きさのタオルでいいので、常に枕元に置いとくといいと思います。ふくらはぎがまず釣ることが一番多いと思うんですけれど、ふくらはぎが釣った時はですね、ふくらはぎを伸ばすのが大事なんですね。だいたい縮んで痛くなるので、縮んだところを伸ばすっていうのが基本になるんですけど、ふくらはぎの伸ばし方は、まあ起きられたら、アキレス腱伸ばすように、 ビューッと伸ばしてもらうといいんでしょうけど痛くて届かない場合とかもあると思うんですねそういった場合にこのようにタオルでですね足の裏指の少し下あたりを引っ張ってもらうんですねこれでずーっと伸ばしてじーっと伸ばしましょうで伸ばしてるとですね筋肉の方が力負けして何十秒かすると伸びてくると思いますであとは足の裏ですね 土踏まずがつることも多いと思うんですけど寝てる間土踏まずがつったらですね、まあ、通常は足の指のあたりをぐーっとこういう感じで伸ばすんですけどねでこれが届かない人は指先をぐーっと伸ばしてあげるといいですねであとは寝た格好だったらですねうつ伏せになって 足の裏だったらこういう感じで伸ばしてあげると。これ、ふくらはぎにも使えますし、指先にも使えますし、伸ばしてあげるといいと思います。今度ですね、すねがつった場合ですね。すねがつった場合は、寝てる間であれば、もう横になって、つま先を、ここがつってるので、ここを伸ばしますね。曲げても伸ばしてもいいんですけど、 この状うでここの伸びをグーッと感じてくださいで実際伸ばすのはですね起きちゃった方が伸びます正座してもらってこのままですね片膝を上げますそうするとすねの前がピューッと伸びています 今度はももの内側が釣っちゃうこともあると思うんですけどももの内側が釣ったらですねうつ伏せでガニ股になりましょうそれでこういう格好だったらやりやすいと思うんですけどそこから足を伸ばしていきますでここ少しそれような感じだと伸びてくると思いますねで少し起きられるようだったら内ももここを伸ばすので 足の内側をですね床につけてここの内ももを伸ばしていきますねこのあたりはピューと伸びていきますあとももの内側が行っちゃった場合はこういう方法でもいいです両足の裏を合わせて両手で持ってこの状態で肘で両膝に当てて股関節を伸ばしていきますね 桃の裏がつったときは、裏がつったときはこういう感じで伸ばしてあげるといいと思います。あと、桃の前がつったときですね。桃の前がつったときは、横になって、やっぱりつま先を持ってですね、こんな格好ですね。で、できる人は、この下側の足で前から後ろに伸ばしてください。 できつい人はこのまま倒れちゃってもいいですそうするとここら辺がすごい伸びてきますねでかなり痛くて疲れると思うんでもうこんな感じで足先を揺らしたりとかフラフラーっと揺らしてあげてくださいでこういうスリスリもいいですからねスリスリしてあげて以上足がつった時の具体的な対処法を解説しました どうですできそうででですすきそか今回はこれらの伸ばし方を解説したんですけれどもその他に「俺はここが釣っちゃうんだよ」とか「上半身のここが釣るんです」とかいう方いらっしゃったら下のコメント欄に是非ひ一言リクエストください。あなたのその悩みは一人の悩みではなくてたくさんの一人一人が抱えている悩みでもあります。そして釣った時にはこの動画を是非活用していただければと思うんですが最初にお話した通りですね 水分を取れとか筋トレをしろとかよく出てくる原因の対処法ももちろん重要ですよく原因として挙げられる筋力不足脱水熱中症その他糖尿病や脊柱管狭窄症などの病気それぞれの原因に対するそれぞれの対処法はもちろん重要なのですがそれらの行き着くところは生活習慣病の改善食事運動睡眠やっぱり根本的な改善方法は ここに行き着いちゃうんですよね。そのような根本的な改善方法の一つとして、こちらの動画をぜひやってみてください。そしてこれからも皆さんに役立つ動画を配信していきますので、まだの方はぜひチャンネル登録の方もお願いします。では今回もありがとうございました。